私の生活を紹介します。私は毎朝6時に起きます。そして洗濯します。7時ごろで自転車で通学します。授業は毎日8時から1時半までです。そしてブランチはいつも友達と学校の食堂で食べます。授業の後、学校で日本語を勉強しながら音楽を聴きます。その後ジュースを買います。そしていつも7時半ごろ家へ帰ります。夜シャワーを浴びながら考えます。その後12時半に寝ます。